ただいまから2023年度大阪工業大学入学宣誓式を挙行いたします。皆様ご起立願います。礼。国歌演奏、正面の国旗にご注目ください。新型コロナウイルス感染症予防のためご斉唱はお控えください。ご着席ください。井上進学長式辞。新入生起立。礼。着席。学長の井上です。皆さん、大阪工業大学大学院へのご入学誠におめでとうございます。2023年度入学宣誓式に際し、皆さんに一言申し述べます。本年度の入学宣誓式は、昨年度に引き続き出席者を新入生に限定し、かつ二部制で実施することとなりました。新型コロナウイルスへの感染防止に関して、公共の場でのマスクの着用が個人の判断に委ねられるようになり、日常生活が戻りつつある一方で、完全に収束を迎えたわけではない状況の中、大学としてこのような判断をさせていただきました。ご子女の晴れ姿を楽しみにしておられました保護者の皆様にとりましては、大変心苦しい限りですが、私どもの判断に対しましてご理解賜りますようお願いを申し上げます。本年度本学は工学部、ロボティクス&デザイン工学部、情報科学部、知的財産学部並びに大学院工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科、情報科学研究科、知的財産研究科に合わせて2157名の新入生を迎えることになりました。今ここにはロボティクス&デザイン工学部312名、同研究科44名、情報科学部468名、同研究科42名、知的財産学部150名、同研究科専門職学位課程45名の新入生にご参列いただいているかと思います。学部入学された皆さんは、青春真っ只中といえる高校生時代をウィズコロナという苦しい状況の中過ごされてきました。日常生活や勉学、クラブ活動等、思い通りにならなかったことも多々あったかと思います。それらを克服し、本日本学への入学を果たされましたこと、心より敬意を表しますとともに、保護者の皆様に本学を代表して心からお喜び申し上げます。本学の母体である学校法人常翔学園は、昨年10月に創立100周年を迎えました。大正から昭和にかけて飛躍的な発展を遂げた大阪のまちづくりに必要不可欠な技術者を育成することを目的に、1922年に開学された関西工学専修学校がその起源となります。開学時の初代校長は片岡康先生でした。先生は
建築家、都市計画家として非常に有名で、先生が設計に関わられた作品の一つに大阪市中央公会堂があります。本学の正門は先生の功績を称えるべく、学園創立70周年の際に片岡メモリアルゲートとして建設されたものです。世のため、人のため、地域のため、理論に裏付けられた実践的技術を持ち、現場で活躍できる専門職業人を育成するという建学の精神は、1949年に開学した本学の教育理念である、社会時代の要請に応え、専門学術の基礎と実践的応用力を身につけるとともに、広い視野と豊かな人間性を寛容し、新しい知的技術的創造を目指す開拓者精神にあふれた専門職業人を育成するに引き継がれています。本学の歴史と現状を知ることは、皆さんが本学に入学された目的を再確認することにつながるとともに、将来を考える際の道しるべにもなります。ガイダンスの際にお配りした大阪工業大学特本にぜひ目を通していただきたいと思います。さて、皆さんは大阪工業大学に対してどのようなイメージを持って入学されましたでしょうか。本学の社会における一般的なイメージは、就職に強い大学であるかと思います。就職に強いということは、入学された皆さんが勉学、研究、課外活動を通じて、4年間の大学の生活の中で成長され、それが社会で評価されているということかと思います。もちろん成長するためには、自らが目標を適切に設定し、それに向けて努力することが最低限必要となりますが、成長を支える教育力、研究力が本学には存在するということを覚えておいてください。本学では卒業時の質保証に関する取り組みを2016年度から継続実施しています。卒業時に最低限習得すべき資質、知識、能力の明確化、学習成果の可視化、技術学習の促進および効果的な就学指導の強化など、その教育システムは社会的要請に適合する先駆的なモデル事例として極めて高い評価をいただいています。また、昨年度よりすべての学部学科において、数理、データサイエンス、AI 教育プログラム、OITM ダッシュを開始いたしました。これは、ソサイエティ 5.0 の実現に必要とされる優秀な人材の育成を目指すものです。学部新入生の皆さんは、前期からその一部を履修することになります。これら以外にも、本学ではすべての学部、学科において、課題解決型授業を取り入れており、これらを通して、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力など、社会人基礎力を養成することにも力を注いでいます。いずれにしましても、卒業時の目標を達成するために必要となるのは、自ら立てた履修計画をもとに、授業に出席し、科目ごとに設定されたミニマムリクワイアメント以上の達成度を収めることです。各科目のシラバスには、ミニマムリクワイアメントのほか、その科目を通じてつけるべき能力、到達目標、評価方法等が記載されておりますので、履修に際しては必ず目を通すように心がけておいてください。また、専門領域の知識だけでなく、人としての素養を高める語学や健康体育、一般教育系の科目の履修にも力を注いでいただきたいと思います。目標達成に向けて、時には学生同士が共同して物事に取り組み、成果を出していくことも要求されます。クラブ活動やプロジェクト活動などの各種課外活動は、授業だけでは身につけることが難しい社会に巣立つ際に要求されるさまざまな力を習得するのに絶好の機会といえます。積極的な参加をぜひ考えていただきたいと思います。一方、
研究に関して言えば、本学は英国の高等教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表する世界大学ランキングに3年間連続のランクインを果たしています。これは教育、研究、非引用論文、国際性、産業界からの収入という5分野での実績が高く評価されたことを意味しています。ナノ材料マイクロデバイス研究センターや西日本最大級を誇る八幡工学実験場、構造実験センター、モノラボなどのさまざまな研究施設設備が最先端の研究やプロジェクト活動を支えています。皆さんが世界レベルの研究の一端を担われることを期待しています。皆さんはさまざまな夢や目標を持って本学に入学されたことと思います。大切なことは、夢の実現や目標達成に向けて自らが考え、学び、行動するという姿勢を持ち続けることです。将来のためにどのような知識や能力を身につけるべきか、そのためにはどのように行動すべきかを考え、それを実行していくのが大学生の期間と言ってもよいでしょう。例えば、授業や卒業研究を通じて興味を持った分野の研究をさらに進めるために大学院に進学するという選択肢もあります。本学ではさまざまな奨学金制度や海外留学支援制度が準備されていますので、それらを活用することも考えてみてください。次に、大学院に進学された皆さんに申し上げます。まず、新型コロナウイルス感染拡大に伴うさまざまな制約の中、学習や研究活動に注力され、自らの意思で大学院進学という道を選択されましたことに対し、深く敬意を表します。皆さんは各自を目的を持って大学院に進学されたことと思います。大学院生としての期間は、その目的を達成し将来の夢を実現するための最終準備段階であると言えるかと思います。高度な専門知識を身につけるとともに、自身の研究成果を積み上げ、最終的に学位論文としてまとめることも大きな目的の一つでしょう。そのためには全体を俯瞰し、自身の研究の意義、位置づけを理解しておくとともに、周辺領域にも目を向けた上で主体的に学習する姿勢が大切です。しかし、大学院進学の目的は、研究論文を完成することだけではないはずです。例えば、学会発表等の研究活動を通じての他大学の学生や教員、企業の研究者との交流、海外留学、後輩の研究指導など、人としての総合的な力を磨く絶好な時期が大学院在学期間と言えるでしょう。自ら考え行動する力、周囲に目を配り他者と共同して物事を成し遂げる力を磨くことを心がけていただきたいと思います。いよいよ大阪工業大学生、大学院生としての生活が始まります。苦しかったウィズコロナの時代も収束に近づき、希望に満ちたポストコロナ時代へと移行しつつあります。本学で過ごす年月を自らの成長の期間と位置づけ、夢の実現に向けて充実された日々を過ごされますことを願っています。オーバー・ザ・リミット、成長に限界はありません。個人で努力することを怠らなければ、きっと限界を超える成長を達成することができるでしょう。本学学生としての誇りと自覚を持って、充実した学生生活を送られますことを祈念し、学長式辞といたします。2023年4月5日大阪工業大学長、井上進。新入生起立。礼。
着席。新入生宣誓、新入生起立。本学に入学を許可される者、大学院ロボティクス&デザイン工学研究科博士前期課程44名、大学院情報科学研究科博士前期課程42名、大学院知的財産研究科専門職学位課程45名、ロボティクス&デザイン工学部ロボット工学科99名、システムデザイン工学科99名、空間デザイン学科114名、ロボティクス&デザイン工学部合計312名、情報科学部データサイエンス学科76名、情報知能学科87名、情報システム学科102名、情報メディア学科107名、ネットワークデザイン学科96名、情報科学部合計468名、知的財産学部知的財産学科150名。新入生代表、大学院ロボティクス&デザイン工学研究科ロボティクス&デザイン工学専攻博士前期課程南井康介。先生、季節は瞬く間に過ぎ、桜の花は私たちの入学を祝福するかのように咲き誇っています。本日は私たちのためにこのような盛大な入学宣誓式を挙行していただき誠にありがとうございます。またご多忙にもかかわらずご臨席いただきました学長先生をはじめとする関係者の皆様に新入生を代表して熱く御礼申し上げます。私たちは大阪工業大学に入学し、一人一人が持つ将来の夢や目標に向けてそれぞれの第一歩を踏み出そうとしています。辛いこと苦しいことも乗り越え、この素晴らしい学習環境の中で成長していきたいと思います。私たちは大阪工業大学の一員であることを誇りに思い、在学中は学則並びに諸規則を守るとともに修学に専念し、学生の本分を全うすることをここに誓います。2023年4月5日、新入生代表、大学院ロボティクス&デザイン工学研究科ロボティクス&デザイン工学専攻博士前期課程南井康介。頑張ってください。着席。本日の入学宣誓式の挙行にあたり、各界各方面から多数のご丁重なる祝電を拝受いたしておりますが、
時間の関係上ご紹介を割愛させていただきます。祝電につきましては会場入り口に掲示させていただいておりますのでご覧ください。それではここで登壇者をご紹介いたします。正面右手より西村康上昇学園理事長でございます。池田隆二大阪工業大学校友会会長でございます。岡園隆史大阪工業大学講演会会長でございます。正面左手井上進学長でございます。岡山俊也副学長でございます。森実俊光大学院工学研究課長工学部長でございます。井上明大学院ロボティクス&デザイン工学研究課長ロボティクス&デザイン工学部長でございます。塚本勝利大学院情報科学研究課長情報科学部長でございます。杉浦淳大学院知的財産研究課長知的財産学部長でございます。以上で登壇者の紹介を終わります。大阪工業大学の大学科をご紹介いたします。皆様ご起立願います。大学科の指揮を取ってくれますのは大阪工業大学応援団です。それではお聞きください。
これをもちまして2023年度大阪工業大学入学宣誓式を閉じます。一同礼。ご着席ください。